ということで、本日はホーチミンのフーニャンクのですね、526番チュンサーという通りに来ております。この川沿いのところですね、反対側がホアンサー、こっち側がチュンサーです。はい、というわけでここのアイスクリームを食べに来ました。というわけで早速中に入ってみましょう。サントリーニって書いてあります。ギリシャだね。お店の3階席にやってきました。途中途中でね、結構いっぱいいろんなフロアにあったんですが、ここの壁が一番このギリシャのサントリーニっぽい感じで可愛いかなと思って選んでみました。そして反対側からはですね、すごくいい感じに川が眺められます。西郷川ということで、西郷川を見下ろしながら、こちらのほうじ茶、ボバヨーグルトというお店にやってきました。名前にね、ほうじ茶って入ってるんですけど、ほうじ茶のアイスはありません。で、抹茶の味のヨーグルト、アイスとかはありますね。で、この辺がスアチャっていうのがヨーグルトのことなんですが、ヨーグルトの入ったアイスクリームがこの辺にダラダラダとあります。で、今回頼んだのがですね、このスアチュアチャンチャウチュヌイですね。塩、卵、はい、ヨーグルトも、そう、ソルトエッグのこの王冠マークのついた4万ドン200円のアイスクリームと、そして、これがね、ちょっとそう変わってるっぽいので頼んだのと、あとはもう一個ちょっとシンプルにヨーグルトビスラスベリー頼みました。25,120円くらいかな、はい、です。というわけで早速届いたようなので食べたいと思います。じゃじゃーん、届きました。アイスクリーム美味しそう。こっちが塩卵で、こっちがラズベリーですね。ということで味が想像つくラズベリーの方から食べたいと思います。いただきます。この上に乗ってるのはココナッツのあれかな、ココナッツシップみたいな感じかな。いただきます。シンプルだけどすっごく美味しいですね、うん、ココナッツのこのチップがまたいい感じの風合いを出してくれて、さっぱりしたこのヨーグルトアイスに甘くてカリッとしたココナッツチップがとっても合います。そしてこのラズベリーソースもすごいたまらないですね。もう安定の味、これはもう日本でも日本人もみんな食べる味です。うん、めっちゃ美味しい。このココナッツチップ本当今後どのアイスにもかけた方がいいかも。美味しい。そしてお次こっち、これがね、私は食べるのがちょっと心配なんですよ。塩卵、しかも基本全部ねヨーグルトアイス、まあ、ヨーグルトアイスは美味しいからいいんですけど、塩卵ってどういうこっちゃと思う。これにもココナッツチップが乗ってますね。見た目はね、このなんかマンゴーソースみたいに見えますが、いかに。いただきます。おいしい。おいしい。おいしい。ちょっと待って、ココナッツなしで、ココナッツがね、おいしくしてくれてる可能性があるから、もう一回ココナッツなしで食べてみて。いただきます。なんと言ったらいいんだろう、なんか卵とか塩っていうのが前面に来てるわけじゃなくって、なんかカスタードっぽい感じの雰囲気の中にちょっとそのアクセントとして塩があるっていう感じなんで、なんか邪魔にならないような塩加減というか、すごい美味しいですね。これ初めて食べた。これは食べた方がいいよ。食べた方がいいよとか何さんいや、これなんて表現したらいいんだろう。でもね、こうやってなんか卵の黄身をふんだんに使うのってベトナムならではなのかもしれないですね。なんかそ
そのベトナムのお菓子で結構伝統的なお菓子で卵の黄身の塩漬けみたいななんかやつがあるんですよ。なんか甘いんだかしょっぱいんだかわかんないみたいな、ちょっと変な味が私はちょっと個性的すぎて得意ではない味のものとかもあるんですけど、結構そっちの方向性を考えていたんですが、まあ、エッグコーヒーもすごいね、ハノイも美味しいし、それとまた全然味のベクトルは違うんですけど、すごい美味しい卵料理卵のデザート、塩は本当に薄いけど、でも確実に入ってるなっていう感じがします。なんかちょっとそのなんだろう、若干、ザラザラっていうと言い方悪いんですけど、その変わった感じの食感がするのと、このアイスの感じがスッて口の中で溶けていく感じがなんかとってもユニークで、そして美味しいです、これいくらでも食べれちゃう。だいぶ食べ進めてからふと思い出したんですけど、なんか一緒に運ばれてきたこう謎のココナッツ、あったかいんですよ、これすごい。このあったかココナッツがあって、このヨーグルトたちこのまんまでも十分美味しいんですけど、これはかけるのか、それともサービスドリンクなのかとかも何も言わずに無言になったのでちょっと飲んでみますね。なんかでもちょっとなんか固まってる、あ、なんだろうこれは、分かった、一回食べてみよう。一回いただきます。え、これ何？タピオカ？形が丸くない。あ、な、え、これココナッツかな。めっちゃタピオカ、タピオカなんかすごい弾力がある。え、丸くない、なんか円柱型のタピオカ、こんなことある？でもココナッツミルク自体はそんななんかめちゃくちゃ甘い感じでもないので食べやすいのかなと思いますけど、ちょっとこれ端っこにかけてみようか、一緒にこんな感じでいただきます。美味しいんですけど、なんかお腹いっぱいになりそうな感じがします。でもね、なんか全然これだけで、これだけ飲んでたらちょっと飽きちゃうかもしれないけど、このトッピング的な感じで使うのにはすごいいいのかなと思います。でも果たしてこれどっちについてきたのかもちょっと謎なんですが、まあ、どっちにつけても合いそうな味であり、飲むには甘いかなと思います。メニューを見て気づいたんですけど、あのこの謎はね、どっちに付属するものなんだろうっていう、それともサービスなのかなと思っていたこのココナッツのタピオカ入ったものはですね、こちらこの塩卵のほとんど溶けてきちゃってるけど、塩卵の方のアイスにセットで付いてくるものだったようです。ごちそうさまでした。というわけでですね、あのホーチミンまでやっぱり常に暑いので、美味しいアイスクリームを食べれるお店って結構あっちこっちにあるんですけど、ここはこの塩卵のアイスクリームは本当に他ではないちょっと一風変わったアイスクリームなので、一度ね絶対食べてみる価値があると思います。そして今日はちょっとね、あのすごい大雨が降ってきたので結構まあ目の前のガラスの向こう側も曇ってしまったんですけど、なんと屋上のテラス席みたいなのもあって、結構縦長の建物なので、晴れていたらその屋上からのっさんサイボン川をね望みながら食べるアイスなんていうのもいいのかなと思います。ただちょっと日を避けられる場所
所とかはなさそうだったので、あの屋上でにアイス持ってったら多分3秒ぐらいで溶けると思いますというわけで、気になる方はぜひぜひこちらのほうじ茶はないけどスワチュアチャンジャーほうじ茶というお店来てみてください。ヨーグルトのアイスたくさん食べれます。というわけで、みかみなみでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。